どうも、占い師のゲッターズです。アシスタントの億万です。この番組ではゲッターズ伊田の占い、ゲッターズ伊田の生命判断の会員で動画鑑定にご応募いただいた方の中から抽選でご当選された方を鑑定していきます。ありがとうございます。さあ本日は、おめでとうございます。大阪府ですね、はい、10代後半女性、みっちゃんさんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。その人とは、いいですね、入り方がなんかその人とは派遣型のアルバイト先で2ヶ月前に出会って意気投合して仲良くなり、2人でご飯を食べに行ったり電話をしたり LINE をしていくうちに、友達として好きなのか異性として好きなのかが分からなくなってしまいました。今度私の友達とその人の友達、過去4対4でご飯会をします。私は友達とその人が仲良くなってしまうのに少しジェラシーを感じてしまうのですが、向こうは私のことをどう思っているのでしょうか。友達として仲良くしよう、それともそれ以上になることを望んでくれているのでしょうか、ということですね。どうでしょうか。もうこの段階でないよね。そう、4対4になっちゃうってことはですよね。いや本当に気があったら向こうからデート遊び行こうって来てるはずだから、それがないんでしょ、この文章の中には。そうですね。でも2人でそっかご飯食べには行ったりはしてるんですよ、1回。でも進展、ここ送ってこないでしょ。まあそうですね。次ですか。まあでも一応占いで見ましたが、はい、相性悪くないんですが悪くないですがって多いですよね。彼淡々ひょうひょうマイペースというタイプなので心がつかみにくいです。肌の白お嬢さん風で明るい子、陽気な子、ちょっと太っててもいいんですがすごい。若干巨乳、若干巨乳はもう巨乳じゃないですよ。若干巨乳ってどのぐらいですか。若干巨乳ってどのぐらいですか。ちょっと大きいなっていう感じがする。これ巨乳ですよね、例えば。だからこのぐらい C いいですね。もうカップ数で言うのいいですね。 CDE CDE なんです。 F はちょっとでかすぎる。 F はちょっと巨乳ですね。若干巨乳はでも CD 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 ですかね。 C だとちょっと形のいい CD。 そうですね、形のいい CD。 形のいい CD。 これ何の動画なんですかこれ。乳首はいいです。乳首の乳輪は、いや、それはいいです。乳輪は小さめかな、このタイプは。あんのよ、それ。乳輪小さめ。あんのよ。すごいよ、みっちゃん。みっちゃんすごいな。いるよ、そう。若干巨乳が好きなんですか、相手が。巨乳に見せればいいね、寄せとけばいい。ああ、ちょっと、でも下品な女嫌いだから。胸元がっつりじゃなくて。いやー、難しいでしょ。ちょっと見せながらもそこに品格を持たせなきゃいけない。だから白いニット系のさ、はい、あれちょっとふわっとった感じ、はいはいはい、ああいうのはいい。ああ、すごいな。どうですか。明るいし陽気だからいいけど、一個みっちゃんさんのやつで引っかかるのが、たまに偉そうに聞こえる口調が出やすいの。言葉がちょっと冷たいとかドライに聞こえるところがあるんで、はい、そこに愛嬌がないとちょっと向こうはなんか怖きつく感じちゃ う, そう冷たいな、はいはい、ひどく言っちゃってる風に聞こえる可能性があるんで、そこにユーモアとか冗談の空気を出したらうまくいくと思います。はい、とりあえず笑顔とピンク白薄いブルーの服を着て、とにかくテンション高くニコニコしてたらすぐ落ちます、この男。おお、スケベだから。スケベ心。本当ですか。お酒飲んだら緩いから酒飲んでいこうよって。じゃあこれご飯会はお酒、二十歳過ぎてる。二十歳過ぎてない。二十歳はまだダメか。10代後半だもんね。そうですね、まだかな。もうちょいかな。もうちょいか。じゃあお酒飲めるなったら落とせるよ。ああ、でも平成10年だから。じゃあ、あっちはお酒を飲めるのか。そうか。あ、じゃあ自分の誕生日を、まあ、ね、半年後か、結構経つな。まあ、難しいな。でも自分が飲まなきゃいいもんね。向こうは飲めるのか、はいはいはい、飲ませればいいです。はい、すごいですね、もうホステスみたいな。テキーラいっちゃうみたいな。テキーラいっちゃう。それ、あ、合う方ですか。こうみっちゃんさんはそうやる、やる、飲ませるのうまい方ですか。そう、飲ませて、あおらせればいい、ね、いいじゃないですか。酔わせるの昔からの手法ですから、ぜひ。それは悪いわけじゃない、みんなやってますから。じゃあ相性はいいんですね。そう、みっちゃんは飲んじゃダメですよ。あ、みっちゃん飲んじゃダメ。飲んだふり、匂いで酔っちゃった。ああ、いや。あなたに酔っちゃった。ちょっとそれ古い。それ古い。あなたに酔っちゃったのやつ、やばくないですか。お酒に酔って、私はあなたに酔ったから。うん、踊りましょうっつって。なんで踊んだよ。なんで踊んだよ。めんどくせえな。あ、いいですね。でも明るい空気を楽しくやってみたら、うん、まあそんな難しくないと思うんですけどね。いける、言葉遣いだけ気をつけてください。いけます。以上、ゲッターズでした。億万でした。